三好宗山、宗山貯文奇襲より、イワナ坊主に化けたること。右上に、イワナの化けた坊主の姿が描かれている。イワナ坊主は、大きなイワナが化けた、日本の妖怪である。江戸時代の随筆、宗山貯文奇襲に、ミノコクエナ軍の伝承の記述があるほか、福島県や東京都など、日本各地の伝承に登場する。釣り人が川で釣りをしている最中に、一人の坊主が、 現れて、長話に興じる。この近くは、寺の土地なので釣りは、あまりしないようにと釣り人に注意をするが、釣り人は、持っていたご飯を振る舞ったので、気を良くして坊主は帰っていった。その後、とても大きな岩名がかかり、持って帰ってさばいてみると、腹から坊主に振る舞ったご飯が出てきた。というような話である。もちろん、地域によって多少話の流れが異なるものの、 共通点としては、人間が坊主に食べさせたものが魚の腹から出てくるということで、ある。鳥取県境港市水木しげるロードに設置されている岩名坊主のブロンズ像。釣り人は数ととは限らず、大勢で釣りを行う場合もある。釣り人の釣り場を聞いて帰って行ったが釣り人が釣り場を変えた途端に大きな岩名がかかるケースなど、 釣られないように必死で、化けた岩ナでたたることもないというケースが多いようである。しかし中には、釣れた後死骸から毒気が出て、釣り人が死んでしまうという話も存在する。南合津地方では、根流しで大量に魚を取ろうとするところへ現れた、坊主が殺生を戒めるが、坊主が立ち去った後にその漁法で大きな岩ナがかかる、岩ナの貝という民話がある。人間に化けた魚が、 人間に魚取りをやめさせようとする話はいわなに、限らず、ヤマメ、ウナギなどの話もあり、沿岸地方では、タラの話もある。多くの場合、これらは年老いた魚が妖怪となったものが多い。あるいは、旅の坊主が、人よの宿を借りた次の日、大雨で川が決壊しそうな時に、旅の坊主が飛び出していったが、雨が止んでから川を見に行ってみると、腹が破れご飯の覗いた、 大きなイワナが土手の亀裂に挟まって川の結界を止めていたというような村を救ったイワナの話もある。いずれの話にせよ、最後に腹を裂かれることで坊主とイワナを同一視させるという流れであり、必ず死んでしまう、かわいそうな妖怪である。ありがとうございます。